政策統括官は総務省の内部部局の一つ。総務省に再編成されて以降設置された局長級文書職。総務省組織例において本省に一人置くものとされている。現在の主な業務は統計基準、恩級の二つであるが、一人の政策統括官が両方を担当している。統計に関しては、 もともと統計局に統計基準部が存在していたが、消防庁に国民保護、防災部を新設するため、スクラップビルドの原則に従って廃止され、業務が政策統括官に移管された。恩給に関しても、もともと人事、恩給局が所管であったが、2014年5月30日に内閣人事局が設置されることにより、人事部門は内閣人事局に移管。 本級部門は政策統括官へ移管され、同局は廃止された。かつては情報通信担当の政策統括官も置かれていたが2018年の組織再編により廃止され、代替としてサイバーセキュリティ統括官が設置された。当該職務以前は電子政府、電子自治体等を担当していた。政策統括官が関係する事務より小6。 政策統括官は、命を受けて第1号に掲げる事務を文章し、及び、第2号から第4号までに掲げる事務を司る。1総務省の所掌事務に関する、総合的な政策の企画及び立案に関すること。二統計及び、統計制度に関する次に掲げる事務位統計及び、統計制度の発達及び改善に関する、基本的事項の企画及び立案に関すること。 路統計調査の実施についての審査及び調整並びに統計基準の設定に関すること。波統計職員の要請の企画及び立案に関すること。二、国際統計事務の統括に関すること。保育から二までに掲げるもののほか、統計の発達及び改善に関すること。三、恩給制度に関する規格及び立案に関すること。 4恩給を受ける権利の最低並びに、恩給の支給及び負担に関すること。および、総務省組織規則第75条及び第75条の2最終改正、2018年7月13日、平成30年総務省令第43号より、小6平成17年度機構、定員等の審査結果について、平成16年12月総務省行政管理局、 平成30年度紀行、定員等審査結果、総務省情報通信国際戦略局、情報流通行政局の再編、総務省人事、総務省人事、ありがとうございます。